こんにちは、三茶整体院の関野です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も僕が現場で実践している効果実証済みの、治療技術っていうのを先生方にお届けしていきたいと思います。今日紹介するのはですね、僕が今マイブームとしてハマってるですね、足関節ですね。そこの矯正っていうのをちょっと、デモンストレーションで見せていきたいなと思います。ただ足関節って言ってもですね、足の歪みを治すだけじゃなくて、肩の方の可動域も変わるっていうところで僕は、患者さんに見せています。で、足関節を矯正するって、肩関節の可動域が広がるとやっぱ患者さんって驚くんですよね。で、人間の体ってやっぱ部分だけじゃなくて全部つながってるんですよっていうお話をしていた、するとですね、非常に納得していただけますので、まあ見せ方もちょっと見せていきたいなと思います。で、実際にうちの、スタッフを使ってですね、またモデルをやってもらいますので、ちょっと早速やっていきましょう。じゃあですね、肩の可動域を検査していくんですけれども、結構足関節で変化が出るのはですね、この肩の屈曲ですね。この動き、外転よりもこの屈曲の動きで結構変化が出ますので、まあ、患者さんのビフォーアフター取るのはその屈曲の動きを見ていただいた方がいいかなと思います。じゃあちょっと左手上げてもらっていいですか。大体今こんな感じです。ちょっと耳の前ぐらいまで上がるような形ですね。で、これがですね、術後どう変化があるかっていうことをまた確認していきます。で、実際に仰向けで寝てもらっていいですか。で、まあどう矯正していくのかっていうのはちょっと後でですね、模型使ってお話ししていきます。狙う場所としては虚骨ですね。虚骨の骨をですね、正しい位置に戻していくように調整していきます。で、実際にちょっとやっていきますね。はい、OK。 はい、そしたらじゃあもう一回起き上がって座っていきます。じゃあこれでまた左肩上げてもらっていいですか。これで先ほどよりもですね、ちょっと後ろの方に来るような形になりますね。まだ取り切れてはいなかったら下ろしてもらっていい。で、実際に、この足のところですね、歪み取った状態、これで上げてもらっていい。これでさっきより動くようになりますね。まあ、これ今ですね、ちょっとカメラの方で、ごめんなさい、下ろしてもらっていいよ。これで今ですね、足の方の、矯正っていうのを座りながらちょっとやっています。これでまた上げてもらって、これでさっきより後ろの方に行くの分かりますかね。はい、下ろします。なんで今ですね、ちょっとこの後見せていきますけれども、虚骨を持続圧でですね、ちょっと調整をしています。これでまた上げてもらっていいですか。これで最初より動くようにはなってますので、まあ、映像だとちょっと分かりづらいのかなっていうのがありますけれども、患者さんの感覚としてはすごく分かりやすいものにはなってますので、なので、肩の虚骨を動かして、この肩の屈曲でビフォーアフターを見せていくと、患者さんっていうのは意外性を持ってですね、喜んでくれますので。で、今度模型使ってどうやってたのかってことを、お話ししていきます。で、これ足の模型ですね。で、虚骨ですね、ここの脛骨の下のこの骨です、ここですね。で、ここの骨、まあ、人間の足ってこう内反しやすいので、この虚骨が前方、前方に出て、で、外下方に落ちるっていう歪みがあるんですよね。なので、そこの部分をですね、このように母趾で接触して、後方、側方から内、外方から内方に圧を加えて、この後方に持っていくように持続圧をかけていきます。で、しばらくしてですね、最大のテンションをかけていっていくと、そのうち緩んできますので、そうすれば虚骨を正しい位置に戻していくようになります。なんで、この前内方に圧を入れて、患者さんの足がこうなってたとして、内方に入れて、そのまま足を背屈していきながら後方に圧を加えて、そのまま30秒から1分保持ですね。で、緩んできたら OK という形。まあ、こういうふうに簡単に、持続圧でですね、矯正はできますので、まあ、虚骨のところをですね、正しい位置に戻していくと、この肩の屈曲の動きがだいぶ軽くなってきますので、まあ、それで患者さんというのは喜びますので、まあ、ちょっと先生方もですね、一つ
いつも使っている技術にアクセントとして使ってみてはいかがでしょうか。はい、そしたらじゃあ今日の動画はここまでになります。いつも質問皆さんありがとうございます。目を通してはいますので、またリクエストや質問ありましたらですね、どんどん、質問の方待ってますのでよろしくお願いします。じゃあ今日はここまでになりますので、最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。